始めました。
時間になりましたので、マティウェブシャープ4を始めさせていただきたいと思います。こんばんは。本日、司会進行を務めさせていただきます。サイバーエージェントのグループ会社、株式会社キャム所属のフロントエンドエンジニア、ビマルと申します。本日はよろしくお願いします。マティウェブをご存じない方に、初めまして来てくれた方にも向けて改めて説明させていただきます。マディウェブは、マディイコールマド泥臭いとして、ウェブフロントエンドの開発現場における話やケーススタディなど、泥臭さのある話をもとに学び得ることを目的として開催しています。現場で遭遇した具体的な体験をもとに、実際に明日から使えるかもしれないウェブフロントエンド的な技術や知識を、参加者の皆様と共有し合うことを通じて、フロントエンドの開発の糧になればと思っています。また、過去3回のライブの様子、あ、過去2回のライブの様子や、講演パートのみの切り抜き動画もすでに YouTube の方にアップロードされてますので、そちらもこのイベントの後とかに見ていただけると嬉しいです。シャープさんの切り抜きも近日公開いたしますので、そちら見ていただけるとありがたいです。はい。本日のスケジュールはこのようになっております。現在はオープニングパートでして、またコンパスの方にも概要とスケジュールが載ってますので、そちらもご確認いただけると幸いです。また発表はライブでやっておりますので、時間や順番が変更する可能性もあります。その場合は私からアナウンスまたは YouTube のコメントや Twitter などの更新させていただきますので、そちらをご確認いただけるとありがたいです。はい。 Twitter と申し上げましたが、シャープマディウェブで、ハッシュタグありますので、ガシガシつぶやいてもらって盛り上げていただけると嬉しいです。はい。注意事項の説明をさせていただきます。チャット、ツイッター、盛り上げていただきたいのですが、発言には思いやりをお願いします。また、ご覧になられている YouTube の配信は、数十秒遅延がございます。配信機材とのトラブルによって映像が乱れる、可能性がございます。あらかじめご了承くださいませ。講演に入る前にちょっと、フロントエンドの、採用の PR のお時間をください。サイバーエージェントでは2種類の新卒採用を行っていまして、任用新卒の採用と、既卒、社会人向け第2新卒採用の、まあ、リキャリア採用というのもやっています。興味のある方は、もしくは詳しくは、QR から、もしくは YouTube の、概要欄から飛んでみてください。担当人事のツイッターもありますので、ご興味ある方はツイッターのフォローお願いします。これで最後です。サイバーエージェントの各事業部では、中途採用も行っております。もしご興味のある方、採用ページよりご確認くださいませ。こちらも、YouTube の概要欄に、URL を貼ってあります。もう一つ、ウェブフロントエンジニアによる、ポッドキャストマディウェブポッドキャストというのも始まっております。現在エピソード2つ公開中ですので、最新エピソードでは、ウェブパフォーマンス改善のコンテストであるウェブスピードハッカソンの話などもしています。ぜひこちらも聞いていただけると嬉しいです。はい。それではお待たせいたしました。最初のセッションは菅原さんによるアベマブログの会員画面システム刷新の道のりです。セッションの準備をいたします。少々お待ちくださいませ。少々お待ちください。はい。ということで、お集まりいただきありがとうございます。じゃあ早速、僕の、発表を始めたいと、セッションを始めたいと思います。はい。まあ、アメーバブログの
会員画面システム刷新の道のりということで、僕が最近こうやっていたあのアメーバブログでの開発のお話を、まあ、今日はしようかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。よいしょ。はい。で、まず自己紹介からなんですが、まあ、はじめまして、株式会社サイバーエージェントに勤めている、菅原です。はい。で、まあ、サイバーエージェント、に入って、だいたい8年ぐらいになるんですけど、サイバーエージェントでは、まず最初に子会社の新規サービスだったり、メディアの、立ち上げをこう行った後、まあ、2年目から、アメーバ事業本部っていうところで、アメーバブログの開発を担う、ウェブフロントエンドエンジニア、を、やってます。はい。で、まあ、そこでは、まあ、SNS プラットフォームの運用開発だったり、実際のアメーバブログの運用開発だったり、まあ、アメーバのウェブフロントエンドエンジニア組織の、まあ、開発だったり、みたいなことをやってたりします。これ聞こえてるかな。はい。で、そうですね。娘が今一人いて、パパ1年目という感じなんで、はい、改めて今日はよろしくお願いします。はい。ということで、今日話すことはこんな感じで、まあ、上からアメーバブログの、システム刷新とは、というのと、開発の実際の歩みと、まあ、振り返りとして、現状の評価と、今後の展望みたいなことを、お話し、しようと思います。はい。まずはじめに、アメーバブログのシステム刷新って、まあ、何それかというふうに思うのが普通なんで、まあ、それが、まあ、何なのかっていうところから、ちょっとしゃべろうかなと思います。はい。で、まあ、これ何かっていうと、ブログのシステム刷新って何かっていうと、まあ、新しい、こう、アメーバの、今、プラットフォームっていう、アメーバプラットフォームっていう、まあ、その、まあ、インフラの移し替えみたいなのが、ありまして、まあ、既存のアプリケーションをこう、このインフラ面でこう移設することで、こう、まあ、システムのシンプル化だったり、あるいは生産性の向上だったり、まあ、今のシステムに、まあ、移設に加えて手を加えることで、その移設によるこの、まあ、技術投資機会が今なんですけど、まあ、それで創出できるこの成果の最大化を図る、まあ、プロジェクトになるんですが、まあ、その、やりたいことで言うと、つまり、その、システムの複雑性を解消して、システムごとの責務を明確にして、まあ、運用負荷を低くして、こう、生産性を向上させて、まあ、この技術投資の成果として、事業スピードを、こう、加速可能に、していくっていうことを、目標に、こう、与えられた技術投資機会で、成果を上げに行くぞっていう、プロジェクトになります。で、まあなんでこんなことを、まあするのかっていうと、まあ今、こう結構抱えてるシステム課題っていうのがありまして、まあ例えばその多種多様な構成の乱立によって、結構認知負荷が高まって、システムの、まあ高まるっていうシステムの複雑性の問題があったり、あるいはシステムの中でも、担当領域的な責務が曖昧で、こう、BFF がフロントエンドだったり、バックエンドと協力をして、まあ、開発のイテレーションがちょっと回りづらかったり、まあ、あるいは複雑な上に、こう、成り立ってるんで、こう、リリースステップが、こう、分かれていて、運用負荷が高かったり、属人性が、こう、高くなった結果、作ったきりで、まあ、更新されずリリースできなくなるもの、みたいなのが生まれてしまう、問題が存在しているんですね。まあ、これはあくまで一例なんですけど、まあ、そんな課題を、このせっかくの投資機会を活かして解消していこうっていうもとに、
この刷新が行われております。で、それは、こう、バックエンド、フロントエンドにの領域で行われていて、まあ、今日はその中でも、フロントエンドに関することにフォーカスしてお話ししていきます。で、まあ、ということなんで、刷新するぞ、で、始まったんですけど、まあ、それだけでは何も始められないので、こう今の課題をベースに、刷新を終えたときにどうなっているのが良いのか、こうまず理想を設定しました。で、その一部ではありつつ、まあ、たくさんあるんですけど、それを紹介すると、こう、まあ、上から言っていくと、何ですかね。まあ、一例なんですけど、画面に関する開発サイクルを、まあ、ウェブフロントで、完結できるようにしたり、まあ、ウェブの開発者が、まあ、UI 開発に集中できる状態を作ったり、あるいは乱立したこうアプリケーションの、まあ、人的、品質的、まあ、運用的カバレッジを高めていったり、あとは、まあ、BFF インフラ開発環境を、まあ、今バラバラのものを標準化して、していくことによって、そこの属人性を解消するみたいなことを、まあ、理想として掲げています。で、まあ、その刷新ないし、その先のシステム運用に据えて、まあ、息を吸うように、まあ、すべての、こう、システムの品質を、まあ、維持、向上し続けるっていうところを、まあ、ミッションとして、このプロジェクトを動かしました。まあ、もちろん、この、既存課題っていうのを解決したり、そもそも刷新すること自体に難易度があるんですが、まあ、それをちょっと紹介、これも一例ではあるんですが、紹介すると、まあ、あと、そもそもこのプロジェクト自体が、まあ、エンジニア、開発エンジニア2人体制のチームで、こう圧倒的人手不足なのに加えて、まあ、仕様も結構コードベースで、なんですかね、多言語から、まあ、フロントエンドエンジニア、触れる JavaScript をベースにこう書き換えたりする中で、まあ、多言語の、コードを考古学する必要があったり、まあ、他結構フロントエンドをこう領域を超えるチャレンジが、まあ、多々あるってところに難易度がありました。はい。で、まあ、ここまででなんか刷新でどういうことを やっているのかっていうのを、まあ、ちょっと説明させていただいたいただいたんですけど、まあ、そういった中で始まったプロジェクト、まあ、実際にプロジェクトを見る、こう、対象のシステムは、まあ、まずは10コンポーネント程度、まあ、10コンポーネントって結構多いんですけど、まあ、程度存在してたんですけど、まあ、今開発が終わって、リリースされたシステムがだいたい4、5コンポーネント。で、まあ、残すとこ半分になったので、まあ、この機会で、まあ、振り返りがてら、まあ、実際にどう、このプロジェクトを進めていったのかっていうのを今日お話ししたいと思います。はい。で、まあ、ここら辺は見たことあるような流れなんですけど、大体開発のフェーズを分けると、こんな感じで、よくある感じでプロジェクトを進めていっています。まあ、時系列もこの順番で、要件定義、仕様、策定、詳細設計、実装、まあ、この後に実際はテストだったりリリースみたいなのが存在してるんですけど、まあ、今日ちょっと割愛してます。で、まあ、そしてこの、まあ、フェーズの内容を、中身みたいなのを書いたんですけど、まあ、内容はそのままなところもありますけど、各フェーズではこんなことをやっているというのが、これです。はい。で、まあ、これを一個一個ちょっと、見ていきたいなというふうに思っております。はい。で、まあ、一個一個を話していくと、まず、システム刷新の、こう、要件定義から始まりました。で、そこで実際に行ったことで言うと、まあ、要件っていうのは、既存のシステムを刷新するっていうことなんですけど、そもそも現行システムがどういった仕様かを把握しているのか知っているのが、まあ、コードベース、だけだったので、まあ、今回実装する言語の多くがもともと Java だったのに対して、フロントエンドでこうカバーできる技術として、まあ、JavaScript に変更することもあって、仕様自体をコードから、こう、まあ、自然言語というか、日本語で理解できるように、まあ、エサっていうドキュメンテーションツールにすべて書き上げました。はい。またその
過程で、機能を整理して、まあ、今の事業で実現したいことに沿って、仕様を適正化する作業も行いました。まあ、これが大体、すごい簡単な図で書かれてるんですけど、すべてやり終えるのに大体3ヶ月程度、かかって、結構これに、コストを割いて、やりました。で、次に、まあ、並行して、次にというか、まあ、並行して、まあ、最初にミッションとして掲げた、ことを、実現するためのシステムをどう実現するかの、システム設計と技術選定を、まあ、始めていきました。で、今回刷新と同時に、まあ、インフラ環境も移設する作業も存在していたため、まあ、新しいアメーバで標準化されたプラットフォーム基盤、まあ、インフラ基盤の、使用に準拠するために、まあ、サーバーアプリケーション、まあ、BFF の基盤となる共通仕様を、まあ、ライブラリとして切り出して、まあ、プライベートな GitHub パッケージで提供するようにしました。まあ、これは、こう、まあ、先ほど言ったように並行して、このプロジェクト以外でも、こう、新規サービスなど、まあ、同様な基盤を利用する、こともあったので、まあ、アメーバ内で、標準化できるように、こういった形で、切り出す、配信するみたいなことをやりました。また、あとは、システム設計と選定を進めていく上で、まあ、実際こう、要件定義で対象システムを把握したときに、まあ、上がってきた具体的な、要件の実例を、想定した、ことを、まあ、シーケンスに書き出して、まあ、とにかくこのシーケンスに関しては、考えられる実装パターンを、書き出して、まあ、それぞれのメリット、デメリットを比較して、まあ、どうするのが適切なのかを議論しながら、具体的にどういうアーキテクチャ、コードレベルの関心分けを行うべきなのか、みたいなことを議論を重ねました。はい。まあ、で、議論を重ねた結果、まあ、ほんとざっくりなんですけど、こんな感じで、UI と、まあ、API を、との責務を分けた、まあ、コンポーネントを作ろうということになりました。で、まあ、API エンドポイントの責務って書いてある、コンポーネントに関しては、まあ、フロントエンドがこう、バックエンドのデータを、まあ、参照更新する際の、まあ、インターフェースとなっている、アプリケーションで、まあ、例えば、セッションみたいなのの共通仕様の点在を、まあ、防ぐような役割を、まあ、セッション管理みたいなですね、役割をしてます。で、下にある画面、まあ、UI の、ね、を配信するサーバー、エンドポイントの責務を持つアプリケーションなんですが、まあ、こちらは、まあ、アプリケーションの数を増やして、対応するドメインの数みたいな感じにして、まあ、UI とか、ブラウザの振る舞いに集中、まあ、振る舞いの実装に集中、できる、役割を持つアプリケーションとしました。はい。はい。そう、まあ、そしてこう、実際にこう、検証をしながら、技術的な検証をしながら、まあ、具体的なプロジェクト構成が決まっていって、システム運用の認知負荷を、こう、このタイミングで下げるために、もともとマルチループというか、もともとモノレポ、ちょっと、あれなんですけど、まあ、最終的にモノレポ構成で、構築しました。で、モノレポ管理には、NX っていうツールを、まあ、使用してるんですけど、まあ、詳しくは調べてみてください。で、また、各コンポーネントの、構成も統一して、新規、まあ、アプリケーション新規作成する際に、まあ、コードを生成させたりとか、あるいは、共通する仕様、基盤になるコードのアップデートの適用時の影響範囲を、まあ、全、影響範囲にしなければいけないような構成にしました。まあ、他、こう、デプロイフローみたいな、ところとか、まあ、CI、CD のワークフローも統一して、まあ、全体の、こう、
システム運用する際に、このリポジトリをこう管理できていれば、プロジェクト内のコンポーネントは、まあ、全て管理できるレベルに、運用難易度を調整しつつ、まあ、システム運用のこう認知負荷を下げるっていうことを目指しました。はい。で、プロダクトとシステムの要件が決まったので、次は刷新の時の、新しい仕様を、策定する作業に入りました。要件は決まっているので、あとはこうエンドポイントごとの画面仕様だったり、API 仕様を決めて、まあ、それぞれ実装の手引きのような形で、まあ、具体的なコードではなく、まあ、フローの説明をこう入れて、まあ、誰が見ても、この仕様通りに実装すれば同じものができるレベルで、ドキュメンテーションを行うことに努めました。で、まあ、我々のチームには、専任のデザイナーが、まあ、デザイナーしかり、こう、インフラの相談先みたいなのがいたんですけど、まあ、専任の人はいなかったので、まあ、この時点で、こう、デザイナーを、こう、横断組織から引っ張ってきて、メインのタスクを、こう、追ってもらいながらも、こう、この刷新向けの画面の、UI の作成を、していただきました。はい。感謝してもしきれないです。はい。すいません。で、また、QC に向けたこうテストケースも、この時点で、作成できる状態に、しておいております。はい。で、まあ、仕様が決まったので、次は実装に進むために、仕様をコードにするための、まあ、詳細設計、計画、を、まあ、デザインドックスっていう手法で実施しました。で、これは仕様策定とは別で、まあ、こちらはこう具体的にコードをこう落とし込むことをこう、コードに落とし込むことをイメージして、まあ、どう実装がされるのかをこう事前に設計して、まあ、共有して、レビューすることを目的に書いています。まあ、例えば、その例を挙げるとコンポーネントの流度だったり関数の実例関数の実際どういうものを実装するんですかみたいなところだったりあとはまあ各 API だったりコンポーネントのまあ UI コンポーネントのインターフェースみたいなのがまあこちらに記載されています。まあ他にこうそうですねシステム設計された構成と実際に技術選定とシステム設計していた時の構成、想定していた構成と、それと乖離がないかっていうチェックをして、もしそこと乖離があったら、システム構成設計側を、まあ、既存の要件に、仕様に合うように、修正しつつ、見直しつつ、デザインドックスの、設計レビューみたいな、ものを行っています。まあ、設計の結構コーチングとしても機能しているので、まあ、このステップはやってよかったなっていう感想です。で、まあ、デザインドックスが OK になったら、それをもとにこう実装を進めていきます。基本的にはデザインドックス通りにこう、ことが進んでいくのが理想なんですけども、まあ、そうは問屋がおろさないというか、そううまくいくことばかりではなかったんですね。まあでも、こう、うまくいかないとき、設計、まあ詳細設計通りに、こう、うまくいかなかったときも、まあ振り返りとして、まあどこが設計不足だったのかっていうのが明確にこう振り返るので、まあ非常にこう学習効率が良かったというか、トレーニングになりました。はい。まあもちろん、こう、自動テストも開発の中に組み込んでいて、まあ、基本的には、機能関数ごとに単体テストを書いていくんですが、まあ、API エンドポイントに対しては、そのエンドポイントの単位の、仕様のテストを書いたり、まあ、UI に関しては、コンポーネント単位で、ビジュアルリグレッションテストを回しています。で、テストに関しては、まだ、こう、開発フローの中でも改善の余地はあるんですが、まあ、ひとまずカバレッジをこう、かなり高い状態
を守りつつ、まあ、きちんと機能使用コード化、コードとして、機能使用を、残しておくっていうことに意識を向けた開発を行える状態ができました。はい。で、まあ、最後に現状と、まあ、今後に関してちょっと話して終わりにしたいと思います。ちょっとめちゃめちゃ雑なんですが、まあ、良かったことと、こうもっとやりたかったなって思うことを振り返ると、まあ、良かったこととしては、システムの中の UI の責務と、フロントの責務、UI の責務をフロントの責務に、こう、完全に移すことで、まあ、生産性と不正が上がったってところは、まあ、すごく良かったです。で、UI の開発に集中できる環境を作れたってことも、良かったのかなと思います。また、モノレポ管理のコスト。まあ、コスト自体は高いんですが、まあ、全体で見て、たときに、まあ、保守だったり、運用だったり、まあ、属人性の解消みたいなのは、すごくやりやすかった。っていうのは、やりやすくなったのかなというふうに思ってます。はい。まあ、もっとこれからやっていきたいなっていうのは、まあ、どうしても最初、こう、影響範囲が狭いところから、こう、刷新を進めていったので、これからはまあ引き続き刷新を進めて、いって、影響範囲をこう広いところに手を加えて、まあ、加えた先にシステム運用に耐えられるように、こう、どんどんアップデートしていくっていう、それに努めるっていうのをやっていくのと、あとはまあ、先にこう、フロントエンドの実装というか刷新を先行して進めていったので、こう、バックエンド側の刷新、が、まあ、適用された際に、まあ、さらなる、設計の最適化みたいなところは、やっていければな、というふうに思います。はい。はい。以上なんですが、まあ、振り返ると、こう、まあ、他にもたくさん実現したいことは、山ほどあるんですが、まあ、一旦今日はここまでとして、アメーバブログの、会員画面システム刷新の道のりについては、これで終わりとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい。菅原さん、ありがとうございました。そうですね。刷新プロジェクトの流れとか、まあ、そういうのが結構参考になるような資料だったかなと思います。ちょっと質問とかももしかしたらあるかもしれないんですが、ちょっと時間が押してますので、次のセッションに行きたいと思います。それでは、次は、カジさんによる、ウィンチケット、QE における、オーティファイの活用ですかね。はい。セッションの準備をいたしますので、少々お待ちください。こちら見えておりますでしょうか。見えてます。はい。それでは発表を始めさせていただきます。テーマは、ウィンチケット QA におけるオーティファイ活用というテーマです。よろしくお願いします。まず、簡単に自己紹介をさせてください。カジブチと言います。サイバーエージェント2022年の4月に新卒で入社しました。で今は、株式会社ウィンチケットというところで、ウェブフロントエンドエンジニアとして働いています。SNS でこの猫、筋トレしてる猫の、アバターでやってるので、よかったら覚えて帰ってもらえると嬉しいです。で、こちら目次になるんですが、タイトルがウィンチケット QA におけるオーティファイ活用というものになっていて、そもそもウィンチケットってどういうサービスなのかっていうところだとか、あとは QA プロジェクトをどう立ち上げているのかみたいな話、あとは、本題のオーティファイをどういうふうに導入していったのかっていう話、最後にまとめという話で流れでやろうと思います。よろしくお願いします。まず、ウィンチケットとはというところになるんですが、サービス概要としては、競輪オートレースの投票サービスになります。2019年にサービスの開始をしまして、現在は競輪市場のシェアナンバーワンになっています。開発組織としては、エンジニアは大体20人ほど、まして、ウェブチーム、アプリチーム、サーバーチームの3つに分かれています。
他の会社さんなどでいらっしゃるような QA エンジニアだとか、QA の組織はまだないというような状況になっています。で、ここで、今現在、あるとかあったような課題の一つとして、QC チームがかなり精一杯というのがあります。QC は外部の会社さんに委託をしているんですが、新機能、ウィンチセットの新機能だったり、定期的に行うようなリグレッションテストの影響で、かなりスケジュールを逼迫しているような状況になっています。なので、新しく差し込みで何かやりたい、何かこう QC をしてもらいたいっていうふうに言って抑えようとしても、なかなか近場では抑えられなかったりっていうような状況になってしまっています。その結果として、技術的なリファクタリングだったり、結構大きめのパッケージのアップデートだったりっていうのが、なかなか直近で QC を回してリリースっていうのができなかったりするので、後回しになってしまったり、なかなか即座に変更を、リリースできないっていうところがあったりします。というところで、ウィンチセットまだまだこれから大きくなっていきたいとは思ってはいるんですが、そういったの新機能の攻めだけではなくて、守りの部分も固めていかないといけないよねという話があり、この QC の手一杯であるというような状況の課題を解決するべく、QA という QA の組織を立ち上げようという動きが出てきました。そもそもこの QC と QA で、アルファベットが一つしか変わらないので、分かりづらいような単語になってしまっていると思うんですが、QC というのは、作っているものとか作ったものの、こう動いてほしいに対しての実装がちゃんとそれの基準に達しているかっていうのを、管理するような、クオリティコントロール、品質管理の、略語になります。で、その上位概念として QA、品質保証というのがありまして、製品自体、プロダクト自体への責任を持つものになります。機能をリリースした後に、それがユーザーにとってどう受け止められて、どういう影響があったから、次の開発でこう生かしていこうね、みたいな、より、こう長いスパンでの考え方になってきます。ウィンチセットで、現在は QC しかない状況でしたので、QA をやっていきたいというふうになっていったんですが、大きく2つアクションとしてあると思っていて、QC 自体、今やって行っているのは QC 自体の精度を上げていくっていうアクションと、もう一つ、その QA に昇華させていくっていう、二つ目のものがあると思っています。で、今回、まあ、いろいろなアクションが、こう、あるなと思っているんですが、QC 自体の精度上げの一つの、動きとして、自動 E2E をやっていきましょう。その文脈で、自動 E2E の実現方法として、Autify というのを、チケットでは採用しました。先ほどからこう、オーティファイと何度か、話しているんですが、そもそもオーティファイって何っていうところを、機能の紹介などを含めながら、話させてもらえればと思います。オーティファイというのは、オーティファイ社が提供するサービスでして、簡単に言うと、ノーコードで、自動 E2E テストを作ったり、それを回したりすることができるサービスになります。E2E テストというと、セレニウムだったり、サイプレスなどで結構自分でコードを書いて、作るようなイメージを持っている方も多いかなと思うんですが、そういったテストをかなり、UI の変更に弱いような、かなりコスパの悪いものっていう印象を持たれている方が多いかなと思います。ただ、こういったこう自動 E2E テストのプラットフォーム、Autify などを使うと、UI の変更があっても、そのテストを自動で直してくれるような、オートヒーリングと言われるような機能があったりします。あと他にも、実機環境での iOS とか、Android の実機環境でのテストの実行が可能であったり、Autify に組み込まれている機能として、メールボックス、仮想のメールボックスみたいなものを使って、実際に届いたメールを検証したりなどができます。で、右側で動画を流すんですが、今、このウィンチセットのプロダクトを触っている感じなんですが、こうやってオーティファイのテストを今、録画しています。やってる内容としては、新規アカウント作成から、メールアドレスの認証、メールアドレス経由での認証を今、行っています。こんな感じで、メールボックスみたいなのも、オーティファイの機能を使うことで、シームレスに使うことができて、その点、メールの内容の検証であったり、そのリンクを踏んで、実際に認証を突破するみたいなことが可能になります。で、その後、テストを保存とすると、Autify 上に今、
行ったような操作が、すみません、ちょっと小さくて言いづらいかと思うんですが、実際行ったような操作が、例えばクリックするとか、こういう内容がこういうことであることを確認するみたいな、それぞれの、動作が記録されて、こちらが、オーティファイ上に記録された E3 テストになります。それぞれ記録された一つの単位、クリックするとか、検証するという一つの単位をステップとオーティファイでは呼んでいて、ステップにも様々に機能がありまして、JS ステップというものがあったりします。これは任意の JavaScript を実行することが機能、実行することができる機能でして、ローカルストレージをこうゴニョゴニョしたりだとか、あとは API にこうデータを取りに行ったり、または何かこのテスト用の条件を整えるために API を叩いたりみたいな、そういう柔軟なことができるような機能になっています。以上でこう、Autify の機能を説明してみたんですが、Twitter でこの Autify とかでこう検索したときによく出てきたのが、Autify 高いって噂聞くけどどうなんだとか、Autify この使うハードル上に使ってる人が結構、あんまり多くのエンジニアが使ってるわけではないなというところがあると思って、外国的になるという話があるかなと思っているので、そのあたりも、発表で話せたらなと思っています。実際に、Autify を導入してみた話に移っていこうかなと思うんですが、3つフェーズに分けてお話しします。Autify を導入する前の導入準備の段階と、実際に導入してみての話。で最後に導入してどういうふうに使っているかの話の3つのフェーズでお話しします。でまずは導入準備についてです。先ほど、WinChat で QA のプロジェクトを、QA 組織を立ち上げるっていう話をしたと思うんですが、実はその前から、サービス開始当初から E2E テストはやりたいよねというところが思いとしてありました。ただ、セレニウムだったりとか、コードを書く E2E っていうのは、WinChat の開発リソース的には、あまり適したオプション、適した選択肢ではないよねというところで、コード書くのはやりたくないけど、将来いいソリューションが来たりとか、タイミングが合えば、導入したいねというところが、もともとコンテンツとしてありました。というのもあり、この QA 立ち上げに一つのアクションとして、自動 E2E テストをやるぞというふうになりました。で自動 E2E をやるにあたって、懸念点何個か、ありまして、さっき話したような料金が高いっていう話だとか、あとはその料金に見合うだけの効果があるかとか、本当に必要なのかとか、様々、Autify以外も、メールとか、マジックポットとか、様々あるんですが、どのサービスを使うかっていうような懸念点が様々ありました。で、そこに対して考えたのがこちらになります。今現状、QC の方たちにかなり依存、QC を行ってもらっている状況ではあるんですが、QC の方たちに払っている人件費の部分と、Autify の利用料の部分をこう比較したときに、Autify の方が結局こう安く済むというようなところが数値として分かりました。将来 QC を全部 Autify に置き換えるとかではないんですが、目安として Autify の方が安く済むところが一つ理由として、二つ目に、過去の不具合、実際に起きてしまった不具合のを全部洗ってみたときに、およそ約2割ぐらいが、リリース前にもし E2E テストがあって、それを実行していれば防げたかもしれないというような、データがありました。でこの二つの理由をもとに、まあ、なかなか高い買い物ではあるんですが、自動 E2E テストをやるぞというところで、なりました。でその自動 E2E をやるにあたって、どのサービスを使おうかというところで、ウィンチケットでは Autify を採用しました。で決め手となったのは、先ほど話したようなオートヒーリングという、自動、テストを自動的に修復してくれる。多少の UI の差分があっても、落ちないように修正してくれるっていう部分と、あとは、日本語で、こう、画面をこういじれるっていう、そこの誰でも簡単に使えるというところ、あとは JS ステップの柔軟性というところが決め手になりました。また、トライアルでの体験だったりサポートがすごい充実していたというところも大きく理由としてあります。実は Autify にはこう、Autify for Web というのと Autify for Mobile の2つがあるんですが、今回は Autify for Web のみを採用して、for Mobile は見送りという形になっています。モバイルの方は JS ステップがこうまだ対応していないというようなところが当時ありましたので、今回は Web についてのみの対応になっています。
じゃあ次に実際にオーティファイを導入してみて、まあ、良かったところとかに、はい、の紹介に移れればと思います。良かったところとしては、まあ、その、さっき話したような、オーティファイの機能になってしまうことが多いんですが、ブラウザ上でぼちぼち操作するだけでテストが作れるっていう簡単さであったり、メールを含んだテストができる。これによって、メールアドレスを用いた認証を突破して、その認証後の機能を検証できたりというところが、簡単にオーティファイの機能だけで行うことができます。右側の、この、オーティファイの画面のスクショになるんですが、こちらが、ログインして、経理のレース投票をして、その投票を受け付けましたっていうメールを確認するっていう、結構まあ長めのシナリオとかテストになってるんですが、実はこう見た目上はこう 9個のこうステップしか見えてない状態になります。非常に 見通しがいいものになってるんですが、これがこう99ステップもあるのに見通しが良くなってる。というのは、実はステップグループという、オーティファイの機能によるものです。プログラミングでいうと、この関数の切り出しみたいな、一つの意味ある単位を関数に切り出して、見やすくするみたいな認識で、だと分かりやすいかなと思うんですが、長めのシナリオでも、様々なこう一連の流れをステップグループという単位でまとめることによって、メンテナンス性とか見通しがすごい良いものができたりというところがすごい良かったなと思っています。で続いて、このミートアップの名前にもあるマディな、ちょっと泥臭いようなところに移っていこうかなと思うんですが、でまず一つ目ですね。先ほどメールテスト機能があって、メールアドレス認証ができますよっていうところが、まあ良いところっていう話をしたんですが、使いつつも、若干、こう、不安定な部分もあったりっていうところが、一つ苦しんでいるところとしてあります。メール選択の機能としては、指定した件名に近いものを開くっていうようなものになってはいるんですが、例えばこういったような、認証のログインの申し込みを受け付けましたみたいな、件名がこうたくさん同じのが、未読のメールとして溜まってしまっている場合とかに、メール選択の精度が落ちてしまって、古いメールを開いてしまって、横期限切れの認証 URL のログインできないみたいな、いうことが、ウィチェットの中ではというか、ウィチェットがオーティファイ使っている中では、多々起きてしまっていました。で、それに対してのアクションとして、そもそもログイン以外のメールがまず来ると、ログインがまず不安定になってしまうというところがあったので、そもそもこうメールはログイン以外まず来ないようにするっていう事前準備と、ものによっては、メールアドレス認証をやめて SMS 認証に移行しています。で実は Autify だけでは SMS 認証を突破できない、というのも自動化をこう検知してしまって、めちゃくちゃ画面が出てきてしまって、オーティファイが突破できないというのがあるんですが、ウィチェットでは Firebase SDK を使っているので、オーティファイを実行しているときのみ、リキャプチャーの Firebase の SDK をこうフラグを変えて、リキャプチャーも効果して、オーティファイでもリキャプチャー、SMS 認証を突破できるように修正して、安定したログインの検証を行っています。次に、マティーナ二つ目のところになるんですが、先ほど話した関数への切り出しみたいなステップグループという機能についてです。先ほど結構見通しが良くなるので、結構いいですよって話をしたんですが、まあ、見通しが良くなりつつ、こう一口でステップグループと言いつつも、実は2種類、5種類があって、使える場所が限られてたりというような制約が実はあったりします。こういったこう細かい仕様の違いを踏まえないで作ってしまうと、本来この先頭に置きたいステップグループを中間で、そうですね。先頭にあるこのステップグループは、この先頭でしか使えない。この中間のこの部分でとかでは使えないみたいな制約があったりします。この辺の細かい話は話長くなってしまうので、全部はお話しできないんですが、そもそもこういった細かい仕様を、把握しなくても、シナリオを簡単に作れるように、
その2セットでは、シナリオ作成のフローとかをご自身とドキュメントにまとめて整備して、対策をしておりますが、このあたりのステップグループの仕様がこう、もうちょっと柔らかいものになればいいなと思いながら使っております。以上がこう導入の話で、最後に、オーティファイの運用に、どういうふうに使っているのかところに、していこうと思います。導入前については、そもそもこう QC の日程が確保できないとか、リファクターしたけどこう QC が混みすぎてて、QC 予約しようか迷って結局やめとこっかみたいな、その迷いがあったりとか、あとは QC を結構丸投げしてしまっているので、その検証、自分たちのプロダクトの検証項目ってどういうものになっているのかっていうのはあまりもう見れていないというような状況がありました。そこに対して、オーティファイを導入したことによって、オーティファイのテストが通れば安心して、まあ、早めに、リリースができるよね、とか。あとは、リファクターして、まあ、想定してなかったところにこう影響が出てたことにオーティファイのおかげで気づけたとか。あとは、このオーティファイのテストを、エンジニアで、ウェブチームとサーバーチームで作っているので、QC チームが行っているのですね、検証の内容についての関心度が上がったというところで、組織自体の QC とか QA とかの手の意識が上がったというところで、まあ、副作用的に良かったのかなと思っています。で、これからの展望とか課題としては、現状まだあまり JS ステップを使いこなして、精度高い検証ができているとは言い難い状況にはなっているので、せっかくの機能である JS ステップを使って、より細かなテストを行っていくであったり、あとは、実機の検証というのも、まだあまり実機できていない状態になるので、より、本番に近い形で実機検証を行っていったり、あとは、これからいよいよオーティファイを運用していくフェーズに入っていくので、機能が、新しい機能が追加されたりとか、昔作った機能が修正された時にテストが落ちるっていうことがあると思っていて、そこの修正のフローとかが、こう、チームの中で属人性がなく運用できるような状態に持っていきたいなと思っています。で、最後にまとめになります。ウィンチェットでは、今後のウィンチェットのさらなる拡大のためにも、攻めだけでなく、守りも固めていきたいという思いがあり、その一つのアクションとして QA の立ち上げを行っています。その QA の立ち上げの文脈の中で、QC 自体の精度も上げていきたいよねという話があり、その中で自動 E2 テストをやろうという動きがありました。その自動 E2 テストの解決策として、オーティファイを採用しました。ただ、自動 E2 テスト、義務の弾丸ではないと思っていて、主に料金の面で、なかなか全てのプロダクトが採用するというのは、特策ではないのかなと思っています。ただ、時期を選べば、時期というのは、まあ、プロダクトの機能数がこう莫大になってきたりとか、なんか全貌が把握できないような状態になってきたりとか、だからプロダクトの種類的にこうより、厳密さが問われるようなものであったりとか、そういったことを考慮して、適切な時期を選べば、高い買い物ではあると思いますが、大きなリターンが得られるのではないかなと思っています。ウィッチェットでは今の状態、今の段階で、オーティファイを導入して、様々なこう良いところとマッディな部分とたくさんありますが、総合的にはとても良い、選択だったなと思っています。これからまだまだオーティファイを使い倒して、どんどんウィッチェットの守りをこう固めて、いく時期だと思うので、またまた、オーティファイをよりよく使っていこうと思います。はい。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい。梶さん、ありがとうございます。そうですね。まあ、なんか、コードを書かなくても、なんか自動化できるとか、まあ、GUI だとわかりやすいので、なんかそういうテストコードとかの、なんかテストコードの品質とかをあんまり考えなくていいとか、なんかそういった恩恵も結構ありそうだなと思って、なかなかいいなと思いながら聞いてました。ありがとうございます。そうですね。まあ、ちょっと時間もあんまりないので、また質問コーナーちょっといけないんですが、まあ、もしあればなんかTwitter とか、アディウェブつぶやいていただいたりとか、家事もやってると思うので、そちらで、なんか交流できたらいいなと思ってます。はい。カジさんありがとうございました。はい。次は、五十嵐さんによる、フロントエンドで学んだことをデータ分析で使ってみた話になります。セッションの準備をいたしますので、少々お待ちください。
では、フロントエンドで学んだことをデータ分析で使ってみたというテーマでお話しさせていただきます。よろしくお願いします。まずはじめに自己紹介なんですが、私は株式会社サイバーエージェントのアメーバ事業部に2020年ウェブフロントエンジニアで新卒入社しました五十嵐と申します。自分は入社してからアメーバピックというアフィリエイトのチームで約2年勤務しておりまして、機能の開発から、開発体験の向上だったり、データの整備という部分に携わっておりました。現在は SEO 周りに対して分析から開発までを従事しております。本日お話しするテーマは、このアメーバピックにいた頃のデータ整備に関わるところをお話しさせていただこうと思います。特にこのデータ整備に関してメンテナンス性というものを意識したデータ整備をどうすればいいのかというところの知見ができたのでそこのお話をします。あらすじです。一つ目が背景、二つ目が設計、三つ目実装、四つ目振り返りという順番でお話しさせていただきます。まず背景です。アメーバピックというプロダクトについてまず最初に簡単に説明させていただくと、これはアメーバブログで誰でも簡単に始められるアフィリエイトのサービスになっています。アフィリエイトのサービスに対して置いたいビジネス仕様は様々あり、投稿数だったり、商品名、CV 数だったり、ブロガーの報酬額、これらを様々な角度でモニタリングをしたいという要望がありました。私が、データ整備をする前から、モニタリングする環境は既存でありました。このような構成になっています。ビッグクエリー上に、あらゆるデータが蓄積され、それをビジネスインテリジェンスツールであるタブローと呼ばれるものでビジュアライズしたり、スプレッドシートに、直接クエリを書いて書き出したり、あるいは定期的に毎日更新したいというようなデータ群に対しては、Google App Script のスケジューラーの機能を使って、Google Sheets に書き出したりと、まあ、様々な方法でデータの活用をしていました。このデータの活用に対して、クエリ、いわゆる SQL がどこで管理されていたかというと、様々な場所で、まあ、自由に管理されているような状況でした。ビッグクエリに直接保存しているものもあれば、まあ、ドキュメントツールで管理しているものもあったり、こうすると、まあ、需要に応じて分析ツールが様々あるんですが、クエリの保管場所も様々になっているという問題がありました。まあ、どういう問題かというと、何か機能を開発する。そうすると、置いたいビジネス指標ができる。で、分析をする。で、開発をする。すると、また置いたい指標が変わる。あるいは、仕様が変わることでシステムのデータベースの中身も変わる。そうすると、クエリを書き換えなきゃいけない。みたいなことが、サイクルが続いていき、結果的に、メンテナンスが追いつかず、まあ、使い物にならないクエリが出てくるというような状況になりました。で、そうすると、間違ったクエリを叩いて間違ったデータを見るという可能性もあるので、クエリを一元管理するというものを、目指しました。で、設計です。で、ここからが、まあ、ちょっとフロントエンドチックなところも含め話になるんですが、まあ、自分としては大きく3つの方針で設計をしたいなと考えていて、まず1つ目は GitHub で情報を完結できる状態。これは様々なクエリが、まあ、使い方含めていろいろなところに点在しているので、まあ、そもそもどういう使い方をしたらどういう結果が出るのかっていうのをすべて GitHub で文章から実装からすべて完結する。で、2つ目が継続的にメンテナンスできる状態。まあ、いろんな企業さんの方でこのデータを分析したいって需要はあると思っていて、まあ、ただそれの専任のエンジニアってなかなかついていないのかなと思っていて、まあ、うちもそうなんですけど、まあ、そういう時に、まあ、フロントエンドエンジニア、サーバーエンドエンジニア、まあ、データのサイエンティスト含めて、まあ、人を選ばずメンテナンスできる状態っていうのが理想なのかなというところで、メンテナンスしやすい状態。で、3つ目が仕様や指標の変化で破綻しにくい状態。まあ、これはテストコードだったりだとか、そういう技術的なところで改善できるところもあるので、まあ、考えているっていう感じですね。で、それぞれを分解してみると、GitHub で情報を完結できる状態。まあ、理由としては1箇所で管理することで管理コストを減らしたい。どうやるかっていうと、リードミーを充実させたり、あとは拡張可能なアーキテクチャにすることで、まあ、新しい、仕様の変更とか、要件の追加とかでも、すぐに、対応できる。そういう拡張可能なアーキテクチャにする。
で、継続的にメンテナンスできる状態。なぜかっていうと、属人化を排除したい。どうやるかっていうと、まあ、学習コストをなるべく低くしたいっていうところで、まあ、型情報の充実だったりとか、知名度の高いアーキテクチャとか、まあ、構成とか、ファイルの構造とかですかね。まあ、そういうところで、対策する。で、仕様や仕様の変更で破綻しにくい状態。なぜかっていうと、まあ、そもそも修正が不要だったら楽だし、あるいは修正するってなってもすぐにどこをどうすればいいか分かるっていう状態にする。で、問題としてあった SQL が散らばっているってところがかなりのボトルネックなので、一元管理するようにしたり、あとは関数とかの再利用性とか共通化をすることで修正箇所を減らしたりする。あとはテストコードの追加をするっていうところを考えました。で、分析したい側の要件としては主に2つあって、Google Sheets でスケジュールで書き込みができるようにしてほしいっていうところと、あるいは SQL 単体でビッグクエリを叩けるようにしてほしいっていう要望2つあったので、これを満たすような、設計を考えた結果、設計の確定したものとしては、ベースをノード JS で使う。まあ、Google App Script を使うので。そして、拡張可能というところでは、モノレポがいいなと思ったので、Yarn Workspace を使う。で、型の定義は TypeScript を使う。で、フォルダ構成に関しては、後ほど紹介するんですが、まあ、一元管理とか再利用性が高いもの。で、テストコードに関しては、ジェストを導入しました。そして実装です。ディレクトリトップの構成はこのようになっています。まず一つ目、トップで、クエリーを管理します。SQL の一元管理をここで行います。内部構成としてはこのようになっていて、まあ、フロントエンドでいうアトミックデザインの、こう、アーキテクチャをちょっと使ってみました。アトミックデザインっていうのもそのパーツに分けてある再利用性だったりとか、責務の分離みたいなところで使うと思うんですが、まあ、SQL の世界でそれが結構役に立つかなと思っていて、SQL だとそのジョインとかテーブルを結合するっていうところで結構その、まあ、副作用的な影響が結構出てしまうので、まあ、テーブルが1個かそれ以上かっていうところでまず分けて、アトムズがテーブル1個のもの、モルキュールズが2つ以上。で、オルガニズムはその有機体っていうところで言うと、まあ、ある程度意味のあるクエリ。で、最終的にそのビッグクエリから直接叩くみたいなとか、Google App Script で叩くっていうクエリ自体はテンプレートで管理する。まあ、これは結構知られたアーキテクチャなので、まあ、フロントエンドエンジニアに限らず、他のエンジニアでもどこにどういうコードを書けばいいか、まあ、すんなり理解できるのかなっていうところの利点もあります。で、内部の、フォルダーの内部を見てみると、まあ、これは Atoms なんですが、まあ、SQL と TypeScript のファイルを一箇所で管理しています。本当だったらその TypeScript から SQL を自動生成とかも考えたんですが、ちょっと現実的ではなかったので、まあ、2つのファイルを同時に存在させることで、まあ、どちらか修正する必要があっても、どちらかの修正漏れがなくなるみたいなところの利点を得ています。で、テンプレートの中はこんな感じになっていて、これが最終的に、Google App Script とか、まあ、直接ビジネスの人がビッグクエリ叩くみたいなところのクエリを管理しているところになります。で、まあ、二つ目トップディレクトリに戻って、クエリで呼び出す定数の共通利用っていうのもしています。コンスタンスで管理しています。このように定数っていうのは、アメーバピックのデータにおける共通言語を定数としておくところ。まあ、ビジネス用語とかですね。で、これらはクエリを抽出する条件にもなるので、ここの変更があると、まあ、分析したい要件の破壊的変更になる可能性があるので、まあ、そういったものに対しては、まあ、定数なんですが、定数のファイルに対してもうテストコードを書いちゃっています。そして拡張可能なアーキテクチャに対してはパッケージ図、Yarn Workspace で管理しています。このようにやっていって、まあ今現在のところでは、JavaScript を使った、何か処理っていうのは Google App Script で定期実行するというものしかないんですが、まあこれから増えたとしても、この階層にどんどんそのプログラム自体を追加していく。で、クエリはトップのディレクトリで管理しているので、まあクエリは共通利用できるっていうところです。で、Google App Script のフォルダの構成自体なんですが、このようになっていて、まあ実際には TS ローダーとか数 Webpack プラグインというものを使って、Google App Script の TS 化をしています。あとはクラスプを使って CLI から、Google App Script のデプロイもできるようにしています。で、ソースの中を見るとこんな感じになっているんですが、ソース以下はもうすべて TS ファイルになっていて、型が充実している。
あとはユーティリズ、まあ関数群ですね。ここら辺はテストコードをすべて書いているって感じですね。で、まあパッケージ .json が結構なんか、まあ、入り口かなと思うんで、まあ、どんな感じかっていうのをおまけ程度に載せておくと、まあ、ヤンワークスペースでパッケージ配下管理してますよとか、まあ、リンターとかも充実してテストもやってるとかって感じですかね。で、振り返りなんですが、データ系の実装っていうのは、運用とか特管、データの実装とか運用とかっていうのは結構特管工事的にやられることが多いのかなと言って、まあ、一回作ってもその後放置されがち。だからこそメンテナンス性が重要かなと思いました。なので、まあ、どうやったらメンテナンス性向上できるかっていうところで、まあ、クエリを中心にした構成にして、まあ、拡張の容易性とか型情報の充実、再利用性テストコードを、作ることによってメンテナンス性の向上を図りました。で、このシステムなんですが、まあ、これから本格的に利用される、見通しなので、どれぐらい効果があるのかっていうのは追っていきたいと思います。ご清聴ありがとうございます。はい。五十嵐さん、ありがとうございました。まあ、クエリが、なんかいろんなところに散在して、という、なんかマーティーな状況から、その、クエリの管理をフロントエンドの、なんかアーキテクチャに当て込んで管理するっていう、そのマーティーな思考がすごい面白いなというふうに思いました。はい。そうですね。ちょうど時間も、いい感じですね。質問もちょっとあるかもしれないんですが、またちょっと別の機会にあればなというふうに思います。はい。じゃあ、最後ですかね。最後は、平井さんによる、ウェブエディター開発を支える技術になります。はい、セッションの準備をいたしますので、少々お待ちください。始めちゃっていいですかね。はい、大丈夫です。はい、お願いします。はい、お願いします。ウェブエディター開発を支える技術という内容で、ちょっと最後なんで、あれなんですけど、はい、緊張します。よろしくお願いします。まず自己紹介から始めます。平井修太と申します。22年度サイバーエージェントに新卒入社で、今は株式会社チャムという子会社で、ウェブフロントエンドエンジニアをしています。では以下ソーシャル系のあれです。で、先ほどちょっと今回の登壇資料をツイッターに流してみたんで、またツイッターから見てみたり、あとマディウェブのタグで見て質問とかあればぜひ投げていただけると嬉しいです。お願いします。で、はじめになんですけども、まずお話しすることですね。で、まあ以下の通りなんですけども、これの前にちょっと前提となる知識を簡単に説明していきたいと思います。まずお話の中心なんですけど、エディターですね。エディターの言葉の定義なんですけども、コンピュータ上で各種オブジェクトを編集するソフトウェアっていう定義です。まあ、これちょっとウィキペディアから持ってきたんで、まあ、知ってる方も知ってるって感じなんですけども、でこの各種オブジェクトっていうのは計算機科学の用語ですね。テキストとかバイナリとか、そういったまあちょっとふわふわした言葉なんですけども、そこをまとめるとオブジェクトになるようです。で、これの次に登場する話なんですけども、ウェブエディターという言葉があって、まあ、こちらはもう Web タスエディターなんで、Web ブラウザで使用するエディターっていうふうにちょっと今回定義します。で、ここまでちょっと言葉の話で、次がエディターの例ですね。例えばなんですけども、まあ結構お世話になっている方多いかもなんですよ。VS コードだったり、で、あと WordPress ってあるじゃないですか。で、WordPress に Gutenberg っていうプラグインがあるんですよ。で、これを使うと、まあエディターが使えます。で、これもエディターの一種っていうことで紹介しました。で、あと最近よく、まあ、馴染みある方も多いと思うんですけど、Notion ですね。Notion にもエディターついてますよね。でこんな感じでちょっと例を挙げてみたんですけども、これこんな感じで線引けて、で、これでグループでちょっと分けれるよっていうのが言いたくて、で、これ左側がまあもう一個しかないんですけども、これテキストエディターなんですよね。まあ、VS コードってソースコードを記述するためのエディターなんで、まあ、テキストを書くじゃないですか。テキストを編集してファイルを作るエディターです。で一方、右側なんですけども、まあ、こちらはブロックっていう単位を組み合わせて記事とか、まあ、ページを作成するっていうので、まあ、ブロックエディターっていうふうに呼ばれたりするんですよね。で、今回これらのワードプレスとかノーションについているようなブロックエディターを実装するお話を中心に進めていきます。
で、次がちょっと次々いくんですけども、Editor.js っていうライブラリの紹介です。で、こちら今回ちょっと使用してみた技術の中で一番まあメインでなるものなんで紹介します。で、こちらはちょっとこの画像のディスクリプションみたいなところに書いてあるんですけども、Next Generation Block Styled Editor ですね。ブロックエディターを作るためのライブラリです。で、特性なんですけども、まあこういった豊富なプラグインがありますっていうふうにちょっと書いてて、後ほど説明するんですけども、この画像のテキストとかヘディングだとか、これ一つ一つがプラグインで、これがもうデフォルトで用意されてます。なんで、まあ、だいぶ便利ですよね。で、しかもこの独自のプラグインも作れて、まあ、このテキストとかヘディングとかをオリジナルの、例えばヘディングを1,2,3 で分けたりとか、そういうのだと自分で作ることになるんですけども、まあ、それもできます。で、あとは、まあ、書き出したデータというか、エディターに入力された内容を書き出した際に HTML タグを含まないということで、ある程度クリーンデータだよって言われてます。で、このある程度なんですけども、まあ、一部ちょっとエディターのその出力データにタグが入っちゃったりって、まあ、すごい稀なケースなんですけど、まあ、あったので、ある程度っていう表現してます。あと UI ライブラリに非依存っていうのは、まあ、リアクトだったり、ビューだったり、あとアンギュラーだったりとか、そういったまあ UI ライブラリに一切依存せずに使えるんで、まあ大体いろんなプロジェクトに組み込めるよねっていうライブラリになってます。まとめるとこういう感じですね。で、このプラグインについてちょっとちゃんと説明するんですけども、まあこんな感じで、まあ3種類並べてみました。これらが Editor.js プラグインっていうふうに僕は呼んでて、でまあ、それぞれ名前もついてて、でまあ、これら、まず赤枠内のすべてがプラグインです。で、これら名前が、まあ、ブロックツールから、左から順番に行くんですけど、ブロックツールで、で真ん中がインラインツールで、で一番右がブロックチューンというふうに名前がついてます。でまあ、ざっくり機能紹介すると、ブロックツールはブロック作成をします。でこれら押すとブロックが挿入されるって感じですね。で、インラインツールはテキストなんで、ブロック内の文字を編集するみたいな、ボールドにしたり、車体にしたり、まあ、リンク埋め込んだりとか。で、あと、ブロックチューンはブロック編集機能で、ブロック自体の位置を変えたり消したり、で、例えば、ここら辺拡張すると、ブロックタイプ変換したり、ノーションのちょうどそういった機能がありますよね。で、そういうふうにできますっていうふうに。で、こちらが、まあ、プラグイン機構です。で、まあ、ここまでちょっと長々と知識について話したんで、何を解決するかにちょっと入っていきます。でまず、Editor.js のちょっと前に話したプラグインの話ですね。で、プラグインを実際に実装してみようってなると、こんな感じになります。結構ちっちゃいコードで、実は最小のプラグインが作れちゃうんですよね。で、まあ、左側からまず説明していくんですけども、特定のメソッドを含むクラスを作って、でそれをこの Editor.js のクラスをまあインスタンス化する際に引数に渡してあげると、もうエディターに、エディターに埋め込まれちゃうっていう、もうエディターがその画面に表示された状態で、しかも自分の作ったカスタムっていう名前のプラグインがこう入ってるみたいな。なんで、まあこんな感じ結構手軽ですよみたいな紹介です。で、実際にこのプラグインのクラスがどんな感じで UI と対応してるかちょっと見ていくんですけども、まあこうやってクラスを書くと、まあこんな感じの UI になりますっていう紹介です。で、ツールボックスっていう、まあ、静的メソッドが、まあ、このカスタムで絵文字が書いてる部分があると思うんですけども、この実際の UI を構成しますね。で、まあ、ちょっと次のスライドいきますね、これ。青枠で囲ったとこが青枠で、みたいな感じで、こんな感じになってて、で、セーブってなってるメソッドが、まあ、出力データをちょっとフォーマットしたりする部分ですね。で、赤色のレンダーって書いてある部分が、実際に挿入されるブロックの、まあ、ドムになってます。で、これを見て、ちょっと、まあ、課題があるというか、プラグイン実装をしていく中で直面したんですけども、まあ、この2つの青枠と赤枠をちょっと見比べていただきたいんですけども、まあ、上は、まあ、JSON って言ってるんですけども、JS のオブジェクトですね。まあ、JSON 風味のちょっとものを書いてて、で、下はドキュメントをクリエイトエレメントしてて、で、こちらはまあ、ドムツリーみたいになるんですよね。で、例えばフォームの中にインプット入れたり、ラベル入れたりってなると、フォームのエレメントにアペンドしていくっていう、まあ、昔ながらの書き方になるんですよ。で、まあ、これら2つが、まあ、比べると、JSON の方は宣言的っていうちょっと呼び方をして、で、DOM ツリーで書く方は、まあ、命令的っていう言い方をしてるんですよね。で、まあ、最近のフロントエンドの開発だと、まあ、宣言的 UI とか結構飛び交ってると思うんで、まあ、なんかそっち側に寄せていきたいなっていうのが、ちょっと課題というか、まあ、課題感というか、まあ、命令的な実装が混ざってるのをちょっと生きてないよね、みたいな。感じの課題感があって、で、まあ、今回は、まあ、UI を宣言的に書こう。で、すべて宣言的に書きたいっていう、ちょっと要求のもと動いていきます。
で、ここまでの問題ちょっとまとめてみました。まあ、ずらずら書いてるんで、まあ、3点、書き方にばらつきがあると、命令的な記述やめたいよねっていうのと、あともう一個追加でデータ管理が難しくて、エディターって入出力が多いんで、でそのエディターを HTML のデータ属性、まあ、データセットですね、に詰め込むと、まあ、大変なことになりますよねっていうので、まあ、これ、よしなにやりたくて、でこの3つを、まあ、ちょっとグループに分けると2つになったんですけども、上と下で赤枠と青枠で、それぞれこんな感じで解決アプローチを考えました。で、宣言的に書ける技法を提供して、あとデータ管理向けの仕組みを提供するっていうふうにアプローチをしていきます。で、ここから解決の、まあ、実際の方法です。ちょっと深掘りしていきます。で、ゴールをもう作りました。で、ゴールが3つあって、1つ目が、エディター JS のプラグインを宣言的に実装。まあ、宣言的に書いて実装できる。で、ゴールの2つ目が、プラグインのデータ、まあ、状態ってこの後呼ぶんですけども、まあ、状態管理ができる。で、あと3つ目が、本来のインターフェースとかけ離れていない。で、エディター JS の特徴は、エディター JS クラスをインスタンス化してしまえば、もうエディターが埋め込まれるっていう、すごい手軽なライブラリなので、それを崩さないように作りましょうっていうふうに、ゴールの3つ目、定めました。で、エディター JS の説明ちょっとあったと思うんですけども、この、これらの説明で話した通りの特性も活かすように実装したいなということでやっていきます。で、まあ、理想からいくんですけども、プラグイン実装する際は、こう書いてたクラスが、こうなればいいですよね。なんかこう、オブジェクトとかで基本的に書いて、で、UI になる部分は、オブジェクトで書くとちょっと大変なんで、まあ、例えば HTML というか JSX ですよね。もうこれは書き方が。JSX で書いてみるとか、まあ、こういうのにできたらいいな。で、まあ、プラスアルファでデータ管理をしたいなってことで、もう完全にこれはもう、リアクトではみたいな感じなんですけども、まあ、ステートとか作って、で、それを、まあ、変えて、まあ、更新してみたいな、ができたらいいよねっていうので、プラスアルファでちょっと書いてみました。で、あと、プラグイン使用時は、もう本当にインターフェース変えたくないんで、こういうアダプターみたいなのに差し込んでしまえば、JSX が、まあ、変換されて、クラスと同じように解釈されれば嬉しいよねっていうのが理想ですよね。ということで、まあ、これらを達成すれば、それで満たされるので、まあ、ここまで長々言ってきたものをじゃあ実装していきます。で、実装したものが、リアクトに依存しない、リアクトっぽく書けるエディター JS プラグイン実装向けライブラリっていうやつです。で、わかんないですよね。もう何言ってんだってなんですよね。ここまで聞いててって感じなんですけど、でこの UI ライブラリに非依存っていうのが結構今回キーワードで、で、エディター JS 自体が非依存なので、これ潰さないように実装したかったんですよね。ということで、リアクトには依存させないが、リアクトっぽく宣言的に書きたいっていうのを実現していきます。ここからちょっと本編みたいになっていきます。スタートです。手順なんですけども、まずは JSX ファクトリーっていうものの導入というか、説明をしてから、まあ、導入していくんですけども、でその次に差分検出処理を導入する方法とかを説明して、で最後に状態管理をどうやって実現するかについて話していきます。まずは JSX ファクトリーです。で、もうご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、JSX を JS に変換すると生成される関数のことです。まあ、ざっくり説明しました。で例えば、バベルっていう、まあ、トランスパイラー、まあ、コンパイラー的なものがあるんですけども、まあ、そちら用いて、で、そちらにプリセットリアクトっていうものを差し込んで、でまあ、変換してみると、まあ、右の画像のように変換されます。で、JSX ってそのまま実行できないんで、JS に変換してあげる方法、入れる必要があるんで、まあ、こんな感じで変換して使うことが多いんですけども、こちらの画像におけるリアクトクリエイトエレメントの部分が JSX ファクトリーと呼ぶものになります。で、こちらは JSX ファクトリーなんですけども、まあ、コンパイラーの設定を変えると実は独自のものが使えます。で、これは後ほどに登場するプリアクトっていうライブラリのまあ、アプローチの方法を真似てるんですけども、例えば、バベルっていうコンパイラであれば、まあ、先ほども出ましたね。バベルであれば、プラグマっていうとこ変えたらできて、あと TS について TSC だと、まあ、TS コンフィグの中の JSX ファクトリーっていう、まあ、コンパイラオプションズに含まれるオプションを変えると、まあ、独自のものを使えたり、あとはファイル内に JSX のコメントアウトを書くだけでも設定ができます。なんで、まあ、これらの方法を使えば、独自のものが使えて、まあ、独自の処理ができます。何が嬉しいかっていうのはちょっとここから話します。で、独自のものを使うってなると、まあ、例えば MyJSX Factory っていう名前にすると、まあ、こんな感じでトランスファイルされて、やったなんですけども、まあ、これができると嬉しいことは、
MyJSX Factory というものを実装してしまえば、任意の処理を適用しながら JSX のツリーを探索できます。で、まあそうですね。まあこれをやりたいがために JSX のこのまあ名前、JSX Factory の名前をちょっと変えています。で、次が差分検出処理についてです。で、当資料におけるものなので、一般的なものとはちょっと違うんですけども、2つのキーの前後を比較して差分を取る処理のことっていうふうに説明します。で、2つのキーのキーとは JSX 要素ツリーのことを今回指します。で、右の図なんですけども、こちらはまあ React のドキュメントを読み込んでる方は見たことあると思うんですけども、コンポーネント、何でしたっけ、SCU か、should コンポーネントアップデートのまあイメージ図ですね。で、こちらがちょうど機構造になってたんで持ってきてみました。こういうやつです。でまあ、これはちょうどリコンシリエーションっていうちょっとちっちゃくて見にくいんですけども、ノーリコンシリエーションリーディングとか、このリコンシリエーションってやつが差分検出処理って言われる、まあ、英単語ですよね。なんでまあこれがちょうど要素だよっていうので、まあ、あくまでイメージで持ってきました。で、先ほど紹介した JSX Factory は、この JSX 要素ツリーを探索して、で最後、差分を検出しやすい形にして返してくれる関数です。で、この検出しやすい形はまあ JSON ですね。なんで、まあ大体オブジェクトだよみたいな、JS オブジェクトだよみたいな感じの認識で大丈夫です。で、これを導入するにあたってまた課題が出るんですけども、まあ、当初 React と同じ方法でやろうと思ってたんですよ。で、React Reconciler っていうのが実はパッケージとして切り出されてて、React がちゃんとモノレポで開発してて、で、まあこの React Reconciler 使おうってなったんですけども、これ実は React に依存するんですよね、この Reconciler は。で、ピアディペンデンシーズに入っているのを見つけてしまって、で、まあ普通に依存して使えないってことで、リアクト依存の部分をじゃあ剥がそうっていう風になって、剥がしてスタンドアローンで動かせたらいいじゃんみたいな。で、剥がすんですけども、コード量がいかんせん莫大すぎて、誰も把握メンテできないんじゃないかみたいな風に問題になったんで、他の方法を模索しました。で、その結果なんですけども、プリアクトっていう、まあリアクトのちょっと容量が少ない版みたいな、ちょっと紹介の仕方になるんですけども、まあ、ちっちゃめのリアクトって思ってもらったらいいです。で、プリアクトっていうものの差分検出の仕組みを、まあ、移植してきて解決しました。で、こちらの差分検出は、まあ、リアクトは結構もう何万行みたいな規模なんですけども、プリアクトだと1000行程度なんですよね。なので全然読めるっていう。規模感的にはもう読めるし、で、それを読み込んでコードの全容を把握して、で、まあ、メンテできるんじゃないかっていう予想で組み込んでみました。で、ちなみにこの線量っていうのはライバリー作成当初なんで、今では若干膨らんでるかもしれないです。まあ、ちょっと参考がリンクなんで、後ほど資料から見てみてください。で、とりあえずこれで JSX で書けるようになりました。まあ、なんかパーサーとかを挟めばいい話だったんですけども、まあ、本格的に差分検出もできるようにやってみました。最後、状態管理で、状態管理はプリアクトのフックスの、まあ、を参考に、実装してみました。で、リアクトの方法であれば、リアクトのフックスを参考に実装することになるんですけども、今回プリアクトなんで全く実は仕組みが違って、プリアクトの方を参考にしないと動かないっていうので作ってみました。で、ステート作る際はユーズステートとかリデューサーとか、ユーズリデューサーですね。で、やればいいっていうのは同じで、で、まあなんか、マウント時の、ユーズエフェクトのカラー引数みたいな、ディフスがカラー配列の時のものをユーズマウントとして切り出したり、ちょっと改変してます。で、ユーズマウントは、プラグインが読み込まれる瞬間にマウントされるみたいな風にちょっと変えたかったので、あえてユーズエフェクトっていう実装じゃなくて、この2つで、ユーズウォッチとユーズマウントっていう風になんか分ける感じで実装してます。はい。で、完成したものこちらです。で、GitHub からこちらパブリックにされてるんで、ソースコード見ることができます。で、まあ見てみてください。これまでに説明したフックスの実装だったり、まあ差分検出をどうやって組み込んだかとかは全部ここに集まってます。実際にこれ使って書いてみると、もう本当にリアクトを書いてるような感覚で、インター JS のプラグインが書けるようになりました。で、まあ、こんな感じで、なんでしょう。まあ、実装して、で、しかも最後、クリエイトプラグインっていうユーティリティ関数も作って、で、それをエクスポートしてあげれば、もうエディター JS の引数に渡す際に、もうほとんど今までと同じインターフェースでできるよねってことで、こういうユーティリティも作って、で、まあ、実際に UI に表示できたし、出力も取れたね、みたいな。嬉しいねっていう感じです。はい。で、プレイグラウンドもあるんで、で結構このライブラリ、まあ、まだバグが多いんで、ぜひ試してみてください。いろいろ面白いかもしれないです。なので、見つけたバグとかはぜひ報告していただけると嬉しいです。イシューとか、ツイッターとかでメンションつけてもらったら見ますので、ぜひよろしくお願いします。で、ドキュメントも一応ございます。まあ、
リードミーの内容そのままなんで、GitHub 見ていただいても全然変わりないです。で、一応最後に、まあ、ちょっと注釈というか、ライセンス問題なんですけども、PDEJS っていう、まあ、今回作ったライブラリは、Apache 2.0 っていうライセンスでやってます。で、こちらは EditorJS に習ってて、EditorJS のライセンスが Apache 2.0 なんで、まあ、こちらの EditorJS のサブセットとして実装したよっていうことで、Apache 2.0 継承しました。でただ、Preact は MIT なんですよね。で、Preact 自体、インストールしてる場合は別に何も意識しなくていいんですけども、インストールしないので自前で記載をしないと MIT ライセンスの規則的には良くないんで、Preact のオリジナルのライセンス分をまあ掲載して、で、そのリンクも掲載して、で、しかもその掲載内容もコメントアウトで挿入して、で、最後、ビットっていうちょっとまあ、なんかロールアップとかが入ったりしてる、まあなんかこう、コンパイルとかいい感じにしてくれるやつがあるんですけども、そのオプションで指定して、ソースマップ側にそちらを全部吐き出して配信して、ちょっとライセンス問題、いい感じにやってみました。まあ、先人対するちゃんとリスペクト忘れないようにっていう、自作発言 NG みたいな感じで、ちゃんとライセンス問題にも対応しました。で、振り返りですね。で、本当にまとめと所感です。で、ウェブエディター開発で感じた課題は、まあ、いろいろ解決できたものの、やはり、型とか、EditorJS と組み込むのが難しいというので、バグが発生したりして、ある程度潰せたんですけど、まだあります。で、まあ、そこちょっと問題だったんで、まあ、ちょっといろいろこれから頑張っていきたいなっていうのと、まあ、別で、Preact や React の差分検出に対する理解がものすごく深まりました。まあ、特に JSX 要素ツリーの比較とか、まあ、Hooks だとか、まあ、こちら読む機会になってすごい良かったです。で、PDJS 読んでいただくと、まあ、そこら辺コメントアウトとかにしたり、切り離したりして読みやすくしたり、してちょっと読む努力もしてるんで、ぜひ見てみてください。あと、先人と技術へのリスペクトは絶対忘れないっていうので、EditorJS 自体がものすごく素晴らしいライブラリなんで、これをより使いやすくするにはどうすればいいかっていうのを考えた結果、今回ライブラリを作ったし、で、その作る際にはプリアクトで行われてた仕組みを取り入れてみたっていうので、もう先人がいなかったらできなかったっていうので、もうすごい感謝してますって、ありがとうございますって感じです。で、今後の展望なんですけども、まあ、今回のライブラリとは別で、まあ、株式会社 CAM では React を使って結構フロントエンド書かれること多くて、まあ、そちら向けに、まあ、Slate.js っていう新たな別のエディター実装ライブラリを用いて、ブロックエディターを React で実装できるよみたいなライブラリを OSS としてまた作っているので、まあ、ぜひ、またの、まあ、おいおい発表があると思うんで、はい、期待してください。カミングスーンって感じです。で、終わりに、まあ、本日話した内容、こちらの記事にもなってるんで、ぜひご覧ください。あと、コントリビュートお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。はい。平井さん、ありがとうございました。そうですね。まあ、なんか、EditorJS も宣言的に書きたいっていう一言から、まあ、なんか実際に実現しようと思ったら、なんか、React-like の思想がいいよねってなって、なんか、JSXファクトリーを自作することになったりとか、なんかすごい、なんかやぶへびじゃないですけど、まあまあ、なんかマーディーな感じになって、それを実現できたっていうのが本当になんかすごいなと思って感心、普通にしてしまいました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。OSS として、公式会社CAMの方から、公開もされているので、そちらの方もチェックとか、まあ本人からもあったと思うんですけど、チェックとか、SNS とかも、ツイッターとかもやってるようなので、興味がある方は、コンタクトしてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、ありがとうございました。じゃあ、ちょっとエンディングというか、まあ、クロージングの方に入っていきたいと思います。よいしょ。ということで、すべてのセッションが終わったので、最後になんですが、視聴していただいた方向けに、アンケートの方に、ご協力いただきたいなと思っています。こちらの URL を、まあ、スマホで読み込んでいただくか、こちらの URL にアクセスしていただけると、アンケートに飛ぶことができるので、まあ、イベント改善のためにアンケートにご協力いただけるとありがたいです。はい。で、オープニングでも言ったんですけど、まあ、再度ちょっと PR ということで、
まあ、2種類の新卒採用をサイバーエージェントでは行っていますので、こちら興味のある方は、QR コードもしくは、YouTube の概要欄などからの URL から飛んでみてください。ですね。あと、中途採用も行っておりますので、こちらも採用ページ用意してありますので、URL 飛んだりとか、QR コード読み飛んでいただけるとありがたいです。まあ、また先ほどのアンケートの、下部にもリンクを用意してますので、そちらからも飛べます。はい。こちらもサイドになるんですが、マディウェブのポッドキャストも、絶賛、配信中でございますので、こちらも、ぜひチェックしていただけるとありがたいです。はい、それでは、コンテンツはすべてこちらで以上になります。ご清聴ありがとうございました。またシャープ5で、お会いいたしましょう。本日はありがとうございました。